はい、皆さんこんにちはこの動画では Windows 10のデフォルトのブラウザー Microsoft Edge を解説します Web ブラウザーは Google Chrome をお使いの方が多いと思いますが MicrosoftEdge も使いやすい Web ブ,ブラウザーで Chrome に決して負けていません今回はまず基本的なところを説明しますそして今後何回かにわたって便利な機能なども解説していきます それでは早速見ていきましょうまずはマイクロソフトエッジを立ち上げますマイクロソフトエッジは Windows 10に初めから搭載されていますのでタスクバーの一番左側にピン止めされていますこのエッジのアイコンをクリックしますはいそしてマイクロソフトエッジは数週間ごとに更新されます もちろん自動的に更新されますがたまにはアップデートをチェックして最新かどうかを確認すると良いでしょう更新の確認は右上のメニューこの点々のところからですねヘルプとフィードバックそして Microsoft Edge についてこちらを開くと更新が確認されてアップデートがある場合はそこから 更新が始まりまりす。ではもう一度 Microsoft Edge を立ち上げますでまずこのページですね Edge を立ち上げた時のページこちらですけれどもここはカスタマイズすることができますこのページのカスタマイズはページの右上のフォーにある ペーージ設定、この歯車マークを押します。今はシンプルにしていますけれどもイメージもしくはニュースまあこういったものあるいはカスタマイズするということも可能ですしこういった変更が可能ですお好みのものに設定してくださいそれから最初に見ておいた方がいい設定をお伝えしておきます メニューから設定そしてスタートホームおよび新規タブのところですねでここでエッジの起動した時に何を表示するかを変更することができます今は新しいタブページを開くになっていますのでこの下の新しいタブページ こちらのカスタマイズをしましまたこれは先ほどこのページのカスタマイズですね。これは歯車マークで先ほど画面レイアウトの変更をお好みにじてで,できるというものですで。それ以外にですね、前回開いていたところを開くということもできますし、指定したページ、 お好みのものがある場合は、ここでですね、これらのページを開くで、新しいページの URL を追加すればですね、ジの起動時に毎回そのページが開くというように設定することもできます。今は新しいタブページにしておきます。それから、ホームボタン、こちらもですね、ホームボタンをツールバーに表示と。 ありまますすすけれども今表示するようになっていますですのでこちらこの上のツールバーにホームボタンが表示されていますこれは表示させないようにも表示するようにすることもどちらもできますでこのホームボタンを押した時に新しいページをタブページを開くのかあるいは、えー、指定したですね URL を入れることもできますそれから外観を変更する音もできます。設定のこの外観のところですねこちらから今はライトテーマになってますけれども全体的に目に優しいダークテーマにすることもできますし他にテーマとしてですねカスタマイズされた色でこのウィンドウの枠をですね 上の部分、色が変わってると思いますけれども表示することもできますしその他のテーマを検索とするとマイクロソフトエッジストアの方から無料でですねさまざまなテーマをインストールすることもできます今回はライトテーマにしておきます それから検索エンジンですね。おそらくそれが皆さんにとって重要かとも思いますけれども、検索エンジンも変えることができます。検索エンジンはプライバシー検索サービスのところですね。こちらの一番下の部分ですね。サービスとあるところに、アドレスバーと検索という部分があります。 こちらをクリックしてアドレスバーで使用する検索エンジンこれを変えることができます今は規定で Bing になっていますけれどもこちら Google にしたい場合は GoogleYahoo Japan が良ければ Yahoo というのを選択することができますここで Google 検索に変えることもできますそうすると 例えば新しいタブを開いてアドレスバーに検索ワードを入れて検索するとこちらですね Google の検索エンジンで今検索された結果が表示されているという形ですねでこの下検索エンジンを規定の ビングから変えた場合に、この下にですね、新しいタブでの検索、検索ボックスまたはアドレスバーを使用するという項目が出てきます。で、今は検索ボックスとありますけれども、こちら、何を言ってるかというと、新しいタブを開いたときに、ここの検索ボックスで検索するか、あるいは、 ここここにに入れても、のアドレスバーで検索すす。るかとということになりますで今は検索ボックスになっていますのでこちら新しいタブのページで検索をする時に検索ワードを入れて検索をするんですがこちらで検索をすると Bing で検索されています。 検索エンジンを変えたのはアドレスバーでの検索エンジンを変えたことになるんですね。ですので検索ボックスを使用して検索をするという場合はこの検索エンジンにはならないんですね。ですのでこちらをアドレスバーに変えます。そうするともう一度新しいタブを開きます。そして ここの検索ボックスで検索をしてもアドレスバーにジャンプしてここで検索が行われるとそうするとアドレスバーでの検索はグーグルに設定しましたのでそちらで検索されるという形になりますはいですのでここの変更だけ要注意ですね 続いて、お気に入りです。さまざまなウェブサイトにアクセスして、そのページをお気に入りに追加したいということがあると思います。例えば、ま、ページを開いてですね、このページをお気に入りに追加したいという場合は、 このアドレスバーの一番右側にあるお気に入りボタンですねこちら星マークこれを押すとお気に入りに追加することができますで追加されましたと書いてありますけれどもどこに追加するのかというのをこのフォルダーというところから選べますですがまあこれだけだとよくわからないので別のフォルダーを選択してくださいと押すとですね お気に入りの編集ということで、もちろんお気に入りに追加する名前も変えられますし、そして URL も変えられますが、これは今表示しているウェブページですね。そして、どこの場所に保存するのかと、お気に入りを追加するのかというのを、この階層で選ぶことができます。で今、お気に入りバーとなっていますけれども、ここにですね、 新しいフォルダを追加してその中にですね保存ということもできますでお気に入りに追加されるとそのページはここを開いた時にですねこのお気に入りの追加マークがこの青い星に変わりますこれがお気に入りに追加されているという状態になりますで今追加したお気に入りバーというのが どこにあるのかというとですね、その隣のお気に入りボタンを表示すると、このお気に入りバーの中に新しいフォルダー、今私が作成した新しいフォルダーがここにあります。でその中に日本経済新聞のページを追加しました。ここにあるわけですね。で、お気に入りバーというのは、今、 実はですね、表示されていないんですがお気に入りバーというその名前の通りですねこちらその他のオプションからですねお気に入りバーの表示という選択がありますここで今はなしになっているんですが常に表示とすると今このエッジのですねアドレスバーの下にお気に入りバーというのが表示されました ここに新しいフォルダーが作られて日本経済新聞の追加したお気に入りのページが入っているという形になります。でもうちょっとですね分かりやすく回送、まあ、お気に入りのページの追加はですね多分多くの数を追加したりすることになると思いますのでもう少し分かりやすく階層で管理したいという場合はですね エッジのメニューのお気に入りからですね。まあこちらのお気に入りボタンでもいいですけれども、この点々、その他のオプションで、お気に入りページを開くというメニューがあります。ちょっとこの言い方、表記が分かりづらいんですが、これはお気に入りの管理のページを開くという意味です。でこちらを押すと、このような形で、 設定の画面のお気に入りが出てきます。で、ここで、階層でですね、お気に入りバー、その他のお気に入りとありますけれども、今追加した新しいフォルダーはここにあって、ここですね。で、この中に、今追加したページが入っているという形です。で、お気に入りバーは、 こここにに表示されるお気に入りバーのところですね。ただしこれはあっという間にこう右側にいっぱいになってしまうのでこれがたくさんなるとこの辺にですね一番右側に矢印が出てそこから見えてない分を表示するという形になるんですがそれだとたくさん追加するに分かりにくいという場合はその他のお気に入りの方に 入れていただいてこちらからですねその他のお気に入りというのがお気に入りバーの一番右側に出ますのでその中で階層で管理するというのも一つの手です。でお気に入りバーとその他のお気に入りもう一つここに並べたいと,と思うかもしれないですがこの 一番最上位の階層にはフォルダを作ることができませんのでこれは増やせないんですね。ですので階層で管理するという場合にもお気に入りバーの中かその他のお気に入りの中に階層で自分でお気に入りの追加をしていただくという形になります。 お気に入りバーでもその他のお気に入りどちらに追加していただいてもいいと思いますがお気に入りバーの場合は直接ここに出てくるとでその他のお気に入りはこの中で、まあ、全部ですねまとまって階層で見れますのでこちらの方がいいという方はその他のお気に入りに入れていただくというのも一つの提供かと思いますはいそしてお気に入りはですね お気に入りに追加されているページが表示された場合は、この追加されている青い星のマークになりますけれども、これをもう一回押していただくと、お気に入りの編集ということで、ここからお気に入りから削除するということができます。今削除しましたので、先ほど作った新しいフォルダの中は何も入っていないという形になりますし、ここから新しいフォルダー これを右クリックして削除とすればですね、えー、消すこともできます。また、タブの表示ですけれども、今、複数のページを開いています。で、この上にですね、各タブが表示されていますが、まあ、こうやってですね、いくつもページを開くということがあると思います。で、今はこのように上に、横にですね、 並んでいますけれども、一番左上のこのタブ操作メニューという四角い部分ですねこちらを押すと垂直タブバーをオンにするという選択がありますこれをクリックするとですねタブの表示が上の横並びではなくてお縦にこの方が見やすいという場合もあるかと思います垂直タブバーと いう機能で、これで,です、ね、タブの操作ができるという形になりますで。この垂直タブバーの表示されている部分というのはこのウィンドウを折りたたむを押すとですねアイコンだけになって小さくなりますしこのアイコンのところに持ってくるとそのウェブページのタイトルが表示されるという形ですね。 このピン止めをすればウィンドウが固定されます。で元に戻す時は垂直タブバーをオフにするにすればですねまた元のようにこの上にですね各タブが並ぶというような形。まあお好みに応じてこの垂直タブバーというのも使えるものかと思います。 今回は Microsoft Edge Web ブラウザの基本的な操作設定を説明しました。また今後便利な機能なども解説していきますのでそちらも併せてご覧ください。いかがでしたでしょうか。このチャンネルでは IT やデジタル関連パソコンなどの活用情報を発信していきますのでよろしければぜひ チャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。